お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、昨日の夜ね、釣り好きの友達の愛人の働いてる店、その店にみんな集合になってたんですよ。その愛人にいろいろ長所巻くのに集合になってたんですよ。でもね、昨日ね、隅田川の花火大会で道がめちゃめちゃ混んでたんですよ。それで自分とまっちゃんと車で向かったんですよ。みんなね、自転車とかね、そんなんで行ってるわけなんですよ、他の仲間がね。だから自分とまっちゃんが出遅れてしまったんですよ。それでまっちゃんもね、イラ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 してるんですよ、混んでるから。それで途中で車降りてね、まっちゃんと二人で歩いていったんですよ、そのお店まで。それで店に入っていったんですよ。そしたらね、その釣り好きの友達も来てるんですよ。で、愛人も働いてるんですよ、その店でね。そしたら、来たぞ来たぞっていう感じで、目を向けてるわけなんですよ、その愛人に。釣り好きの友達がね、何かだから打ち合わせしてるんですよ。まっちゃんに何言われても、こういう風に言えよとかね、そういう風に言ってるわけなんですよ。それで自分とまっちゃんが、仲間4、5人が座ってるとこに座ったわけなんですよ。そしたら、その愛人が、飲み物の注文を取りに来たんですよ、自分らのとこにね。それで、瓶ビールでいいですかと。まあそういう風に聞いてきたんですよ。いつも瓶ビールだからね。そしたら、まっちゃんが、いや、キンキンに冷えた、締まりのいい愛人を一人、ちでね。そういう風に言ったわけなんですよ。そしたら、その愛人の女の子は、笑ってるわけなんですよ。普段からまっちゃんにそんなことばっかり言われてるから、下ネタばっかり言われてるから、まっちゃんに対しての免疫はめちゃめちゃついてるんですよ。うちの会社の事務員よりも免疫はあるんですよ、付き合いが古いからね。それで、あ、わかりました、じゃあ愛人一つですねっちでね、まあ下がっていったんですよ。それで瓶ビール、まあ持ってきたんですよ。それでまっちゃんがね、メニューを見ながらね、何しようかな何しようかなって、あ、これしようって、愛人の女体盛り二つって、ね、ポンちゃんも行くやろって、女体盛り食うやろってね、この女体盛り二つちょうだいって。それで愛人が、あ、わかりました、女体盛り二つですねってね、普通に答えて行くわけなんですよ。その愛人が普通なんですよ、何も焦ってる感じが全くないんですよ、自分らにバレたっていうことをね。だからすごいなと思って、今時の子ってそうなんやろなと。奥さんおる人と、まあできてるわけじゃないですか。で、自分らは奥さんも知ってるわけなんですよ、そのことも愛人は知ってるんですよ。それなのに普通にね、平然とできることがすごいなと、まあ自分はそういうふうに思ったんですよね。それでね、釣り好きの友達が、もうまっちゃんもうええやろと、もうそんなこと言わんといてくれやと、まあそういうふうにまっちゃんに言ったんですよ。そしたらまっちゃんが、何言うとんねんと、話はこれからやぞと、お前何眠たいこと言うとんねんと、お前が行くときにどんなことを言って行くんか、そこまで俺は聞いたるからなと、覚悟しとけこらっつってね、言うわけなんですよ。それで周りはみんな楽しみにしてるんですよ、嫌がってんのはその釣り好きの友達だけなんですよ。それでね、店がね、だん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 忙しくなってきたんですよ、花火の影響で入り出したわけなんですよ。まっちゃんは店が暇だったらいろんなこと聞けるから、客入れへんだらええのになと言ってたんですよ。でもね、お客さんが入り出したからなかなか聞けるチャンスがないんですよ。それで王とかもね、汗だくで来るわけなんですよ、混んでるから車降りてね、歩いてきてるんですよ、他の友達とかもね。自分らがいてない間に話が進んでたら嫌なんですよ、聞きたいわけなんですよ、まっちゃんが長所を巻くのを。それでね、ある程度お客さんが出ていくまで言わんとこと、そんな下品なこと言ってたら他のお客さんが嫌がると、お店にも迷惑かかるから、まっちゃんちょっとやめとこうかと、今の間はね、もう超満員だったからね、店が、だからやめとこうって言って自分が言ったんですよ。そしたら、わかったわかったって言って、俺もさすがにこんだけ
知らん人がいてたら、さすがに言われへんわ、ってね、まっちゃん言ってたんですよ。そしたら、王のお酒を持ってきたんですよ。その愛人がね。そしたらまっちゃんが顔をね、じーっと見るんですよ、愛人の顔を。それで、一言ね、こんな可愛い顔して、おめこ臭いんか、つってね。そんなこと誰も何も言ってないんですよ。いきなりね、こんな顔して、おめこ臭いんか、つってね、言うわけなんですよ。そしたらちょっとね、ムカッとした顔するんですよ、その愛人が。それで釣り好きの友達が慌ててね、そんなこと誰も言うてないやろ、まっちゃん、つって。なんでそんなこと言うねん、つってね、焦って言うわけなんですよ。それでね、10時ぐらいになった時に、ラストオーダーです、つってね、回り出したわけなんですよ。え？と。もうラストオーダーかと。なんでこんな早いねんと。まあそういうふうに思ったんですよ。自分らはね。それでまっちゃんが、マスターに聞きに行ったんですよ。なんでやと。もう終わりかと。そしたら、いやいやと。一元のお客さん、その人らにもう帰ってもらうんですよと。結局ね、喫茶店代わりにしてるだけなんですよ。飲んでるのも、ウーロン茶とかなんですよ。オレンジジュースとか。それで何か一品ね、頼んで。それでずーっと喫茶店代わりに使ってるだけなんですよ。カップルとかね。そういうのが喫茶店代わりにしてるんですよ。それで見たらね、確かにそうなんですよ。自分らには朝まででもいいですよと。朝までおってくれてもいいですよと。まあそういうふうに言ってくれてね。で、自分らは普通にいつも通り飲んでたんですよ。それでお客さんがまあ引き出してね、帰り出したんですよ。そしたらマスターが自分でビールね、生ビール持って自分らの席に来たんですよ。そしたらね、話聞いたら、マスターも知らなかったらしいんですよ。その、釣り好きの友達と、自分とこの従業員と、不倫関係やっていうことを知らなかったんですよ。それで、知らんだわ、わからんだなぁ、つって、うまいことしてたなぁ、つってね、マスターは言うわけなんですよ。そのマスターの奥さんの妹の友達なんですよ。そのね、奥さんの妹にも愛人は言ってないんですよ。自分の友達ですよ。それにも言ってないんですよ。その釣り好きの友達と不倫関係やっていうことを。だから誰にも言ってないんですよ。二人の秘密なんですよ。それでマスターもいろいろ俺も聞きたいなーって言ってね、言いながら自分らのところに座ったわけなんですよ。その日に愛人からね、言われてるんですよ。実はねと、釣り好きのその友達とそういう関係なんですと。マスターに打ち明けてるんですよ。自分らが来るから、まっちゃんとかね。それでね、ある程度片付けが終わった時に、まっちゃんがね、みんな何か一杯ずつ好きなもの飲んでよと、まあそういう風に言ったわけなんですよ。それでね、アルバイトの子を2人もいてるんですよ。その子らとその愛人と3人いてるんですよ。そしたらいただきますって言ってね、自分らの席に来たんですよ、その3人が。そしたらマスターがそのアルバイトの2人にね、ちょっと悪いけど片付けお願いしていいかと。そしたらわかりましたって言って、その子ら2人は仕事に戻ったんですよ。それで愛人は、何々ちゃんここに座ってみんなと話しようかと、マスターがそういう風に言ったんですよ。釣り好きの友達はものすごく嫌そうな顔したんですよ。でもマスターもね、結構悪い人間だから面白がってるわけなんですよ。そっからまっちゃんのね、鬼のね、調べが始まるんですよ。この気持ち悪いうなぎみたいな顔したこいつ、こいつのどこが良かってそういう愛人関係になったんやと、まずそっから聞いたんですよ。そしたら愛人は、優しいからですと。優しい、いい人なんですと。まあそういうふうに答えたんですよ。そしたらまっちゃんは、このうなぎみたいな顔した、この気持ち悪いやつが、優しいんと。ほーっちでね。それで次は、愛人関係になってから、今まで、何回セックスしたんやと。そしたら、いやーそんなん、覚えてないですと。その愛人が言ったんですよ。釣り好きの友達に、お前は答えれるなと。何回やと。そしたら、わからんと。覚えてないと。いちいちそんなんチェックもつけてないと。まあそういうふうに言ったんですよ。そしたらまっちゃんが、30回より上か下か、どっちやと。そしたら愛人が、
恥ずかしがりもしないでね、30よりは上ですと普通に答えるんですよ。それで次はね、時間はと、どれぐらいの時間おめこしてるんやと、次そういう風に聞いたんですよ。そしたら、時間ですかって言ってね、その愛人が聞き直したわけなんですよ。どっからどの時間ですかっていうことなんですよ。そしたらまっちゃんが、スタートは乳もむか乳吸うか、それでストップはチンコ吹くまでの時間やと、その時間がだいたいどれぐらいやと、そしたらだいたい1時間から1時間半ぐらいですかねと、まあそういうふうに答えたんですよ。それで次はね、後ろの穴はと、アナルは何回してんって、そしたら愛人は、いや一回もないですと、そこはやってないですと。そしたらまっちゃんが、嘘言うなって言って、うなぎはおめこよりもケツの穴の方が好きなんやと、俺は知ってるんやって言ってね、言い出したんですよ。そしたら釣り好きの友達が、まっちゃん俺そんなこといつ言ったんだよって言って、言ったこともないよって言って、まあそういう風に怒るわけなんですよ、まっちゃんにね。そしたらまっちゃんがね、うなぎみたいな狭い細いとこが好きやって言って、お前は絶対にケツの穴が好きやねんと、そんな顔してるって言って、間違いないって言ってね、言うわけなんですよ。それからもね、君にする時間はどんなギアとかね、どんなプレイが好みやとかね、いろんなことは聞くんですよ。1時間ぐらいずーっといろんな質問をまっちゃんがするんですよ。それで最後に、子供はどうやと、子供はこのうなぎに懐いてるんかと、このうなぎはちゃんと子供を可愛がってるんかと、そしたらその愛人がね、めちゃめちゃ可愛がってくれると、子供もめちゃめちゃ懐いてると、それで週末にその愛人の親の家に子供は泊まりに行くらしいんですよ。まあ近所らしいんですけどね。それでうなぎとは基本的に週末に会ってるらしいんですよ。だから子供に寂しい思いとかね、あと子供を邪魔にしたりとかね、そんなことは一切やってないんですよ。だからそれはまっちゃんも自分も他の仲間もね、ああよかったなっていう感じなんですよ。それでまっちゃんが最後にね、陪審員の皆さん、今の話を全て聞いた上で答えてくださいと、このうなぎ、このうなぎを死刑にした方がいいと思う人手を挙げてくださいって、そういうふうに言ったんですよ。そしたらそこに出た人間全員手を挙げましたからね。なんならね、アルバイトの2人その頃はもう手を挙げてましたからね、その話を聞いてて。手を挙げてないのは愛人と釣り好きの友達だけなんですよ。あとの仲間9人ぐらい出たんですけど、仲間はね全員手を挙げて、マスターも手を挙げて、アルバイト2人も手を挙げてましたからね。みんな釣り好きの友達に嫉妬してるんですよ、愛人作りやがってと。みんなね、女房が理解ないから無理なんですよ。もちろん普通そうなんですよ。ただその釣り好きの友達の奥さんは、もうお互い好きなことをしようと、子供が学校出たらね、お互いの道を行こうと、だから仮面夫婦でいてたらいいやんと、まあ、そういう考えだからこれは成り立ってるだけで、本来無理なんですよね。でもみんなそれが羨ましいんですよ。特にまっちゃんなんかめちゃくちゃ羨ましいんですよ。まっちゃんは風俗は OK なんですよ。まっちゃんの姉はね、風俗行くことは別にいいんですよ。でも女作ることにはむちゃむちゃ怒るんですよ。まあもちろんそうなんですよ、普通は怒るんですけどね。でもまっちゃんは今までね、数々浮気してきてるんですよ。その浮気の話もまた今後していきたいと思います。いっぱいバレてますからね、姉に、姉にマンションに乗り込まれたこともあるしね、またその話もしたいと思います。はい、ということで今日はまっちゃん VS 女体盛りの話をしてみました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。